構造線の一仏像構造線は、日本の南西部において北東から南西の方向に連なる断層である。1931年、小林定一が高知県高岡郡、都並村にある地名、仏像にちなんで、仏像、糸川構造線と命名し、後に仏像線あるいは仏像構造線と呼ばれるようになった。地質学においては、しばしば、 BTL と略記される。北側の古い地層である、秩父隊、または三宝山隊と、南側の新しい地層である、四万十層群北隊との境界を成しており、犬坊崎付近に始まり中央構造線の南側に沿うようにして、南西日本を縦断し、南西諸島にまで続いている。白秋後期から古代三期の間に活動した逆断層であり、 七部隊、または三宝山隊が、四万十隊の上に乗り上げるような構造となっている。断層の変異は、最大で100キロメートルにもなる。犬棒崎東方の棚倉構造線を起点とし、房総半島及び、東京湾を大谷を胸玉川に沿って、北西方向へ、伸び拳型付近に至る。八ヶ岳付近を抜け、 スワボンチ南東部で、糸井川静岡構造線を横切り、釜無渓谷に沿って南下する。赤石山脈の中央部を縦断し、天竜川沿いに南下して、遠州灘に抜ける。島半島の生浦湾付近から、紀伊山地を縦断し、浦港付近から、紀伊水道に抜ける。紀伊山地中央部は、不明瞭となっている。 立花湾付近から上陸し、四国山地東部を越えて、校長平野に至る。浦戸湾を横断し、名前の由来となった高知県と差しし、野の仏像を経て、四国山地西部を越えて、宇和島湾から、文後水道に抜ける。九州においては、橋本勇によって、大阪間構造船あるいは、牛の浜構造船と名付けられた断層が、仏像構造船の延長に相当する。 埼玉湾北部から九州山地に入り、万象川に沿って南西へ進み、傾き山と大崩れ山の間を通り、日の影町と高千穂町の境界付近で五ヶ瀬川を横切る。尺投越骨野系星山を越えて、急千堂付近で熊川を横切り、米の津付近で八大海をかすめる。 泉平野西部を横切り、泉山地の声援をなぞるようにして、南方向に屈曲する。この屈曲構造は、北札の屈曲と呼ばれており、日本海と沖縄トラフの拡大によって、構造線が折り曲げられたことを示している。川内平野を横切り吹上浜北部から海を越えの間、岬の先端部をわずかにかすめ東、シナ海に抜ける。 奄美大島のほぼ中央部を南北に横断する。沖縄島北部西岸沿いを通り、本部半島南東部を横切り、名護湾に抜ける。ケラマ諸島付近が終点と考えられている。木村敏夫か日本の地質東京大学出版会、1993年、ISBN4 から13から060703から、0, 0松本達郎ほか 日本地方地質市九州地方朝倉書店1973年ありがとうございます。